こんにちは、こんばんはです。今回は夜ログインありがとうございます。エヴァンゲリオンコラボやっていきたいと思います。エヴァンゲリオンは触りの部分しか知らないので、あ、こうだよね、これだよねみたいなのはちょっとあれなんですけど、まあもちろん知ってるし、カラオケでよく歌われてるね、あの歌は、まあ、自分もたまに歌ったりするという感じなんですけど、まあ、あれはさすがに知ってるよね。はい。ってことで、無料ガチャが来てるんだよね。こちら。ちょっとガチャ引くのが、コラボが来て、ちょっと何日か経ってるんですけど、1人1回だけ。1回限りコラボキャラ確定でゲットできるよと。ちょっと充電がね、今ないので、ちょっと怖いんだけど、今 3% ぐらいしかないかな。ちょっと怖い。ですけど、とりあえずこのガチャと、あと動画撮ってる段階でひな祭り、あ、こっち先に行くか、引いて、でこっちが単発だね、いきたいと思います。でシトコインガチャはまだ、ゲットしてないので、まだやってない、あそこはね。なのでここもちゃんとゲットしつつって感じだね。はい。ん、あ、こっちはセールがないんだ。なるほど。ってことでガチャ、今回はガチャなんでね、いきたいと思います。単発ドリームエクローシア強い。これ5個使った。今ちょっと待って、サービスのやつじゃなかった？ちょい待って、ストップ。そう、5個使って B かミスりましたか今ミスりました。ちょっ、ミスったんじゃないですか。あれ ?1 個ってあったよね。あれ、今自分5個使いましたかね。あれ ?1 個じゃなかったっけ。まあいい。全然良くないけど、コラボキャラいきましょう。こちらですね。誰が欲しいかって言われたら、シンジ君の10日は、僕がどうなったっていい、世界がどうなったっていい、だけど綾波は、せめて綾波だけは絶対助ける。いや、これ絶対これエヴァンゲリオン好きな人はもうあれだってわかるんだろうね。いや、素晴らしい。はい。ってことでもう完璧殴りだよね。殴りって感じで、コンボスキルも14枚以上で 1.8 倍。強い。もう単純に強いだよね。で、魔のレジストだったり、デバフだったり。まあ、普通に強い。ああ、これも普通に殴りだよね。はい。ってことで、単発いきましょう。いや、かけらがね、どこで使うかっていうところなんだけど、やっぱり、超コマパレードのジェンイだったり、あとはそこら辺でね、サタンとか、はい、よく出るやつとかね、そこら辺とか、あとヘルボルとか、そういうところも欲しいんだよね。メイレンだ、この間の名前忘れてたんだけど、メイレンとか欲しい。はい。ということで確定ガチャいきましょう。これは別に確率とかというのは関係ないよね。はい。だからブーとか虹かけとかそういうのが落ちたら S、 コラボキャラ S 確定ってことだよね。はい、いきましょう。これが結構本命です。なるほどなるほど。もちろんブー来なくても S は出る確率はあるからね。でいきます。コラボキャラ逆転するにゃ。こういう確定ガチャで引いたことはないかな自分は。はい、どうでしょうか。キランはならず。なるほど、これミサトだよね。相手が1000以上の通常攻撃ダメージを来た時に通常、あ、これ強いやつだ。1000以上の通常が来た時に通常と特徴 100% 回数で、コンボスキルが 1.5 倍か。優しめだね。オッケーオッケー。待って、見てこばも悪くないか。ありがとうございます。ってことで、なんか上のガチャが引きたくなっちゃったなーっていう感じだよね。いや、だってさ、このスパルムも強いよね。いや、欲しいじゃん。エクロシアね、これ強いんだよね。2枚返しの 1.4 倍デバフかけるでしょ。え、何これ、10日強くない？え、強っ。なるほど、これ強いね皆さん。はい、ディレイ、これは前から言ったよね。で、新コマアップ、いやー引きたくなっちゃったんですけど、これハインリーネ、あ、キャラゴマのやつか。なるほどね。ルーティー、この子もいいよね。なるほど、なるほどね。わかりました、引きましょう。ってことで今回はまあ、メインはもちろんエヴァンゲリオンコラボガチャなんですが、とりあえずログインして無料ガチャ引きましょうってことだね。そう、1体は 確定で A か S だよね。 B はないよね多分。ゲットできますので、それだけは絶対ゲットしましょうよって感じ。あ、 B あるね、 B あるね。てか B も出てくるのかな、先のガチャ。はい、あとはこの1コインガチャも1コイン貯めてガチャ引きましょうって感じだね。はい、ということで今回はエヴァンゲリオンコラボガチャですね。単発ドリームと確定で当たるやつ、はい、引いてみましたよという感じの動画でございました。最後はひな祭りガチャ魔編10連30個でいっていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。スパルも欲しいかな。はい、トゥルルン来ましたけど、ここで最近安心させてくれないのがオセロニアなんですよね。10連で最近引いてないから。なんでここで来たんだろうか。あ、ルーレットタイム、ルーレットタイム、ありがとうございます。ありがとう、参考嬉しい。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。